はい、おはようございます、岩崎です。さあ今日もですね登山していきたいと思いますけども、本日はですね比企三山の、道平山と笠山を縦走していきたいと思います。今ですね山目の里、駐車場というところに車を止めて、これから、まずは笠山を目指していきたいと、思います。一応ですね笠山までは1時間半で、到着する予定です。で、道平山までは、1時間、まあ、合計、2時間半ほどで、縦走できるんじゃないかなと、思います。ちょっとですね、季節の変わり目ということもあって、どんな山の姿が見れるのか非常に楽しみですね。駐車場まで行って帰ってくる、ピストンコースになります。で合計、まあ、5時間ほど、余裕を持って、今回の、登山になりますので、今日も怪我なく、登って楽しんでいきたいなと思います。それでは早速行ってきます。まずは萩平 T 字路というところですね。ハイキングコースへの分岐が一つのポイントとなっています。そこまでだいたい30分ほどで到着する予定です。一応同じぐらいの高さまでのところに駐車場が実はありまして、車で簡単に道平山に行けちゃうんですね。剣ヶ峰っていう駐車場があって、そこから30分ほどで道平山の天文台ドームのところに出ると、登山をされない方でも手軽にいい景色を見れるというスポットです。ここは松の木平展望台というところですね。非常に展望が開けてて気持ちいいです。萩平定時路着きました。ここからあと1時間ほどで、笠山到着するという予定です。笠山のですね西峰到着しました。
次はですね、笠井山神社目指していきたいと思います。東見にもう一つの笠井山のピークがあるところですね。はい、というわけで笠井山東見に到着しました。こちらが笠井山神社ですね。天気が良ければですね、赤城山ですとか榛名山の方が見えるらしいんですけども、ちょっとご覧の通り見えなさそうですね。それではですね、東大田山に次は向かっていきたいと思います。これから行く東大田山が見えました。天文ドームが見えてきました。これから来た道を戻って行って駐車場の方まで戻っていきたいなと思います。それでは、ということで戻ってきました。いかがだったでしょうか。いやー、笠山道平さん今だね。ということでですね、
ちょっと山頂着いてからちょっとガスで、遠くまではっきりは見えなかったんですけども、とても開放的な、山頂というか見晴らしでしたね。今日はですね、ヤマメの里駐車場からですね、笠山、そして道平さんと、縦走していく、コースに今日は歩きましたけども、今回のこうピストンコースは笠山をまた帰り越えてこなきゃいけないので、ちょっと足がパンパンに なっちゃいましたけども、まあ、できればねバスとか利用した方が、まあ快適に、下山もできるんじゃないかなと思います。まあ、本当に道平さんに至ってはもう頂上までバイクや車で行けてしまいますので、手軽に景色を楽しみたい方は、そういった方法で行くことも可能なので、ぜひちょっと行ってみてください。はい、というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。